皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も働く UFO で遊んでいきます。さあ、今日はショップですね。何か購入したいと思います。プロペラフライトキャップいきますか。物を掴むと浮き上がりますと。あー、なるほどですね。いいですね。海ステージでいいんですかね。でしたら私クリアしてしまいましたけど、まあ、多分第2弾とか来ると思いますからね。さあ、そう、メダルはもう全部クリアしたところは3つ揃えてますので、もう前回のハイスクールですよ、チアガールちゃん。わかりましたよ。また今度まとめて動画を撮りしますので、クリア動画。さあ、ミュージアム1ですね。倒した展示物をこっそり直せと。ああ、美術品とかですか。もう倒したらゲームオーバーですよ、実際。すごいお値段しますよね。何億円とか何十億円とか。え、これ何、ちょっと待ってください。下が土台で真ん中1個で上向き。このハニワちゃん何、ハニワがよく出てきますけど、ハニワちゃん。さあ、これ違いますね、まだですよね。まず土台からいきますか。どう倒したらこの左右に散らばるんですかね。こうでしょ。ん、次は細長いやつですか。細長いやつですか。どれですか、これ。あ、落ちちゃう。これ合ってる。これ顔みたいな顔してます。あ、これ合ってますね。これ次これですね。あ、やめてやめて。よし、あまり揺らしすぎないのもコツですよね。もうちょっと右、右。おー、なるほど、どんどん上手になってる。そう。焦ったらダメ。ちょっと、一回やりなさないといけないぐらいですかね。いや。でも上手になってる。よし。ここちょっと、慎重に行きたい。で、このドーンと、落として、真下に落としたらずれないからですね。ちょっとなんか嫌な感じが。ここ、よし、ちょっと斜めに向きましたけど、あれ、なんか違う気が。これ向き合ってますかね。第1回のステージはですね、向きやりましたからね。合ってる合ってる、これで合ってますか。ちょっと慎重になりすぎて何も喋れなくなっちゃう。この辺で落としてもまあいいです。ちょっとなんで上に行くの、タケコプターが。あ、ダメ、難しい。あ、しかも掴めない。あと50秒ってことは1個ちょっと1個10 15秒ぐらいで持っていかないといけない。そうなるとちょっとシビアですよね。これでもちょっと技使っていけますか。よいしょ。やり直します。いやー、上に積んでいくの難しいですね。前回のチアガールちゃんに引き続きですか。まあ、そうそう簡単にはクリアさせていただけないと。まあ、クリア自体は簡単といえば簡単なんですけど、まあ、上に乗せればクリアですからね。さあ、これ何ですかね、この建物といいますか。あ、ちょっと危ない。あー、アームの力もたまになんか力抜けちゃいますね。多分あの光ってるやつだけ乗せればクリア自体はできると思うんですよね。はい、 OK です。ですが、この2つは多分縦長の2つはいらないんですよね、クリア時代に。けど乗せたい。お、もうちょっと右にちょっとだけずれて、もう良さそう。いいんじゃないですかね、これ落ちないですよね。おー、傾いてる。それでこの大きいの乗せるんですか。あー、一番左にもなんかありますね、縦長。やだ。こういうゲームなんかありましたよね、おもちゃで。あの塔のところになんか人形をどんどん乗せていって、
落ちた方が負けみたいなの、私昔おもちゃで持ってましたね。ゆらゆらゆらと。お、バランス、バランス感。これでちょっと保ちますか。おお、来ました。これ無理じゃないですか、もう。いけますかね。頑張れなるさんっていうですね、皆さんの声援が聞こえてきますね。盲聴でございました。申し訳ない。やっぱライブ配信とかでしたら皆さんからコメントいただけるから。ああ、ダメダメ、そこそこそこはダメ、そこはダメ。絶対バランスが。まあ、耐えてくださるなら乗せてもいい。ああ、ちょっともう。ちょっとですよ、もう。なんかどっかで聞いたことあるフレーズ。ちょっと左向きに傾きを。ああ、次倒れる。次倒れます。行きましょう。さあ、あと45秒。時間はたっぷり。よし。名前をつけたい。この銅像。ダメ。ここダメ。で、倒れます。ケロック像かなんかにしますか。これも倒れそう。いけますか？いけますか？皆さんいけると思いますか？いける。いける。いける。オッケーで3秒ルール。3秒経ってたら、それはもう立ってるとみなす。オッケーです。消えました。いやー、すごい難易度が高かったですね。真ん中のハニワちゃん何だったんですか？これ何？いました？さあ、でもメダルは2つですね。ゲットいたしました。ありがとうございます。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。